んにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回前々回の続きになっているんですけど、月曜日なのに臨時休業ということで、じゃあしょうがないから群馬の奥地に行きましょうツーリングをやっております。そんなわけで先ほどまでなんですけど、酸性の水場で育つ変わった苔、チャツボミ苔を見ておりました。でそのチャツボミ苔公園からさらに群馬の奥地に行きまして、これから天空の湖とも呼ばれているのぞり湖に行きたいと思います。でのぞり港でラーメンね食べようと思っております。一応前々回の動画で、箱島湧水で湧き水も汲んでありますんで、その湧き水を使ってラーメンを食べるというところが今回のテーマになっておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあそれではどんどん行きたいんですけど、ちょっとのぞり湖に行くまでの国道ですかね、メインの道路があるんですけど、そこに行くまでがまたちょっと道が細そうですね。これはなんか嫌な気配しかなさそうですね。あ、やばいなこれ。落ち葉がすごいですね。季節柄しょうがないんですけど、これはちょっと慎重に行かないとね、つるっと行きそうで危ない雰囲気がありますね。じゃあ気をつけながらね、天空の湖のぞり湖まで行きたいと思います。これ相当細いな。これはなかなか、ところどころ離合できるところはあるんですけど、いや、やばいな。さらに落ち葉もひどくなってるし、いや、すごいな。全然車はやっぱり通んないんでしょうね。道も細いですしね。いや、本当に細い道ばかりということで、そうですよね。なかなか入ってこないですよね、この奥までね。というか、ここ本当に合ってるのかどうかわかんないですけど、目の前を林道おじさんが走ってるので大丈夫かと思いますが、すごい道ですね。なんか集会所みたいなところに出てきましたけど、何ですかね。民家ではないですよね。普通に道沿いにあるんだ。いやー、なんか本当に群馬の奥地の集落って感じがして、なかなかすごい不気味ですね。いや、細いなここ車本当にね、通るんかっていう疑問がありますが、意外と通るんですよね。ブラインドコーナーがひどいですが、あれ、バイクが置いてある。ここまさか、あそこか？はい、群馬の秘湯、尻焼温泉がありましたね。いやー、予想外に出てきましたね。こんなところにあったのかって感じでしたね。そう、川の水があったかいんですよ。これ温泉なんですよね。変わってますよね。だけど、硫黄臭はしないですね。実際結構入られてる方がいて、ちょっと手元しか映してはいないんですけど、すごいですよね。あんなところに川沿いに、本当に大自然の温泉っていう感じがして、いやーね、群馬らしい雰囲気が出てきたんじゃないかなっていう感じがしますね。さあそれではようやく国道405号に合流できましたんで、ここから一気に標高を上げていきたいと思います。ちょっとカブちゃんには頑張って登ってもらおうかなと思います。ちょっとね、なかなか標高上がってるんで過酷なんですよね。お、橋渡っていきますね。この辺りの、あんまり水は綺麗じゃないんですね。やっぱ品木ダムの辺りだけが異常なんですかね。多分川的には似たような感じだとは思うんですけど、やっぱりあそこは中和してるからか、ああいう色になるんでしょうね。そしてここがおそらく最後の集落ですかね。多分ここから先は一気にのぞり湖に向けて何もないエリアが広がってると思うんで、ちょっと名残惜しい感じですね、集落はね。それではだいぶ上がってきましたが、ちょっと似たような景色がだいぶ続いてます。なので、かなり端折って一気に天空までね、行きたいと思います。ちょっとね、あんまりこう森の中走ってもしょうがないですからね。はい、ということでね、一気に頂上付近まで登ってきました。左側を見てみるとこんな感じでのぞり湖があります。思っていたよりもでかいですね。そしてやっぱりその名の通り天空の湖と呼ばれるだけのことはありますね。こんなに視界良好だとは思わなかったですね。それではね、のぞり湖沿いを走っていますが、これ想像以上に長いですね。もう飽きるぐらい走っております。そしてところどころ駐車場とかもあって下に降りられそうなんで、ちょっとラーメン食ったらちょっとね、近くまで寄ってみようと思います。おお、目の前に広がるのぞり湖、いや、でかいですね。
いや見事だな。多分今日が天気がいいからなおさら綺麗に映ってるのかと思います。へえ、初めて来たけどなんか、感動しましたね。そしてさらに奥まで行けるみたいですけど、確かキャンプ場があるんですよね。まあ、そういったところでキャンプしたいっていう気持ちもありますが、まだ自分でキャンプやったことがないんで、まあ、そういったこともね、後々はやっていきたいと思っております。お、あの辺りが写真撮るのに良さそうかな。あ、実際バイクも置いてあるんで、あー見えますね。あ、ここいいですね。へー、これはいいところだ。そして車と車は、あ、大変ですね、行き違いするのがね。すごいな、これがのぞり湖か。本当に群馬の上まで来たなって感じがしますね。なんかこうぼーっと眺めて黄昏にはいい感じなんですけど、もうお腹もだいぶ空いているので、ちょっと引き返して空いていたスペースで、あれですね、ラーツやっていこうかと思います。まあそれがメインですからね。はい、ということでね、やっぱりここはカップヌードルのカレーですね。やっぱカレー麺ですよね。そして使うのはこちらの水ですね。こちら箱島湧水ですね、名水百選のやつですね。はい、こちら風防を使っておりますが、林道おじさんのやつを借りております。ちょっと風が強すぎて沸騰しなかったんで借りております。で、後日なんですけど、ちゃんと自分も風防を買ったんで、今度はねバッチリだと思いますんで、よろしくお願いします。で、今回はコーヒーではなくて紅茶ということでね、ちょっと手軽に済ませております。それではカップヌードルですね。外で食うカップヌードルってなんかね、特別ですよね。まあ庭で食うよりかも、やっぱりこういった自然の中で食う方がね、いいんですよね。それではいただきます。最高。はい、ということでね、カップヌードルも食べて、こちらね、紅茶で一息ついております。いやー、なんか贅沢ですね、こういう平日。さあ、それではね、のぞり港の近くまで行きましょうか。まあ、遠くから眺めてるだけでもあれなんで、まあ、他の駐車場に行きまして、まあ、のぞり港近くまで行って、まあね、スケールの大きさでもね、確認していこうかなと思っております。いや、ほんとね、車も少ないですし、やっぱりなんか贅沢な時間を過ごせてるなと思っております。まあ、ここまでの道中ね、やっぱりカーブなんで、まあ、結構登りきつかったんですけど、やっぱり頑張って登ってきてよかったなと思います。いやー、なんか決めてますね、いいですね。ああいう風に車で来てなんかやるっていうのもいいですよね。じゃあ、あの辺の駐車場に停めて下降りてみますか。おー、一本道いいなぁ。ほんとなんかね、綺麗としか言えないんですよ、もう。ほんとにただただこのね、自然の景色に見とれております。これ日が差すとすごいんですよ。こんな感じがのぞり湖です。いや、ほんとに静かな場所でいいですよね。落ち着きます。多分反対側にはキャンプ場なんですよね。そして本当空が近いんですよ。やっぱ天空の湖って言われるだけはありますよね。さあ、それではね、だいぶゆったりできたんで、まあこれからね、ようやく袋になります。まあ、ここが一番今回のツーリングの最深部ということで、まあ、ここからさらにね、折り返していって、万沢林道の方に行きたいと思います。いやけどね、こうやって今回のツーリングね、まあ、群馬の奥地をね、ひたすらツーリングしているわけですけど、本当にいろんな景色を見ることができて、やっぱり群馬ってね、奥に行くほど魅力があるなと感じております。まあ、手前はね、やっぱり自分がいるところ太田市とかはやっぱり働く場所、まあ、自動車産業の街ではあるんで、まあ、そんな感じになってしまうんですけど、やっぱり徐々に徐々にね、西毛エリアとか北毛エリアとかね、まあ、そういったところに行くにつれて、群馬らしい風景とかね、そういったところがね、広がっておりますんで、まあ、非常に走っていて楽しいなと思っております。そのわけでね、これから万沢林道に行くわけなんですけど、実は万沢林道を今工事やってるんですよね。なので、ここから、奥島ですね、
うん、島川ダムとかあるところ、まあ、そっちまで抜けることはできないんですよね。ただメインになってくる万沢ストレート、まあ、そちらは走ることができるんで、まあ、そういったところでね、このハンターカブならではのね楽しみをやっていこうかなと思います。まあ、土日とかだったら確か通れたはずなんですけど、平日は工事やってるんでダメなんですよね。そんなわけでまた次の動画でねお会いいたしましょう。バイバイ。